こんにちは、皆さん。今回の動画では、近畿地方の林業と漁業の取り組みを取り上げます。私たちは多くの資源を自然から得ていますが、これらの資源を持続的に利用するためには、環境に配慮した取り組みが不可欠です。今回は、近畿地方の林業と漁業の持続可能な取り組みに焦点を当てて考えてみたいと思います。本編では、まず林業とその環境保全の役割を見ていき、次に漁業と環境配慮の取り組みについて詳しく説明します。近畿地方の林業と環境。近畿地方の森林は、様々な生態系を持つ豊かな地域です。これらの森林の中には、多種多様な動植物が生息しており、一年を通じて四季折々の美しい景観を楽しむことができます。この豊かな自然環境は、地域の人々の生活や文化にも大きく影響を与えています。一方、これらの森林は私たち人間にとっても非常に大切な役割を持っています。特に CO2 の吸収能力は、地球温暖化対策の観点から非常に重要です。森林が持つ CO2 の吸収機能により、大気中の二酸化炭素量が減少し、地球の気温上昇を抑える役割を果たしています。また、森林は水源の供給源としても大切な役割を果たしています。森林が雨水をしっかりと吸収し、それをゆっくりと地下に供給することで、私たちの日常の水の供給が確保されています。このような森林の役割は、人々の生活や地域の産業、特に農業にとっても欠かせないものとなっています。しかし、近畿地方でも過度な伐採や森林の放置が進んでおり、その結果として健康的でない森の増加や生態系の崩壊が問題となっています。特に、過度な伐採は土壌の流出や洪水の原因となることがあります。また、森林放置による密生した森は、適切な生態系の維持が困難となり、多様な動植物の生息が難しくなる場合があります。このような状況を鑑み、近年では持続可能な林業の推進が求められています。具体的な取り組みとしては、適切な伐採量の計算や管理、再生可能な資源の活用、地域の生態系を考慮した森林管理などが進められています。また、地域住民や関連団体との連携を強化し、森林の持続的な利用と保全のバランスを取る取り組みが広がっています。近畿地方の漁業と環境。近畿地方は、瀬戸内海と日本海に面し、これらの海域の自然環境の恩恵を受けてきました。その結果、多様な魚種や海産物がこの地域で獲れることとなり、長い歴史を持つ伝統的な漁業が続いています。しかし、近年の過度な漁獲や海洋汚染、気候変動による海水温の上昇など、様々な要因が生態系のバランスを乱しています。特に過度な漁獲は、一部の魚種の資源が減少する原因となり、それによって他の魚種や生態系全体にも影響を及ぼす恐れがあります。このような状況を鑑みて、近畿地方の漁業者たちは環境に配慮した持続可能な漁業の方法を探求し始めています。具体的な取り組みとしては以下のような点が挙げられます。季節に合わせた漁獲制限ある魚種が繁殖期や成長期に取られることを避けるため、季節に応じた漁獲制限が導入されています。これにより、魚の資源を維持し、継続的に漁獲できるようにしています。サイズに基づく漁獲若い魚が取られることを避けるため、一定のサイズ以下の魚は取らないというルールが導入されています。これにより、魚が繁殖可能な年齢に達するまで取られず、資源の維持が図られています。持続可能な魚種の選択一部の魚種は過度に取られることで資源が急速に減少しています。そういった魚種の代わりに、生態系に負担をかけず、持続的に取れる魚種の選択が重視されています。また、地域の漁業協同組合や関連団体と連携し、持続可能な漁業の推進や研究活動、啓発活動なども進められています。これにより、近畿地方の豊かな海の資源を将来にわたり守り続ける取り組みが広がっています。まとめ、近畿地方の林業と漁業は、日本の伝統的な資源利用の一部として長い歴史を持っています。この地域の独特な自然環境と資源は、地域の経済や生活文化の基盤となってきました。
しかし、現代の環境問題や資源の枯渇を背景に、持続可能な利用方法の模索が進められています。林業では、近畿地方の多様な森林を保全しながら、適切な伐採や再生可能な資源の活用、地域、生態系の保護といった環境に配慮した方法が取り入れられています。これにより、森林が持つ CO2 の吸収や水源供給といった役割を維持し、地域の環境を守っています。一方、漁業では、近畿地方の豊かな海域の資源を維持するため、季節やサイズに基づく漁獲制限、持続可能な魚種の選択など、環境との共生を目指す取り組みが進められています。これらの取り組みは、近畿地方だけでなく、日本全体や世界においても参考とされるべき重要なステップとなっています。持続可能な資源利用を追求することで、私たちの次世代も豊かな自然環境を享受できるよう努力が続けられています。今回の動画で近畿地方の林業と漁業の環境配慮の取り組みについて学びました。次回も様々なテーマでお届けしますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは、また次回をお楽しみに。